それとエニアグラム二等兵の友人はですね、隊長でございます。はい、今日はですね、リクエストいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シャープ PFM さんからリクエストいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。ありがとうございます。私は、多分女性ですね。私はタイプ4の女性なのですが、気になる人がタイプ5なので関係性を見ていただきたいですと。気になる人はってことはまだ付き合う前の状態か、まあもうちょっと始まった感じなのか、ちょっとその関係が始まりかけてっていうところなのかなって今推察しています。でまたどうすれば良い距離を保ち良い雰囲気でいられるかも気になりますと。なるほどと。博士と芸術家。博士と芸術家。はい。このちょっと共通点ありそうですね。そうですね。まあ同じ有利タイプではある。はい。今日もこちらヘレン・パーマーさんの9つの性格で自分が分かる相性が分かるから進めたいと思います。タイプ4、特別な存在であろうとする人とタイプ5、知識を得て観察する人の関係でありますと。似た者同士の2人になれるとあります。この組み合わせも時間の経過とともにお互いに似てくるカップルかもしれませんと。2人とも自分の世界に閉じこもる傾向がありますが、その内向性は全く異質のものですと。タイプ5は感情から切り離された知的空想にぼんやりしたりますが、タイプ4は自分の感情の浮き沈みに溺れているのですと。タイプ4はタイプ5に心がないように感じ、タイプ5はタイプ4が自分のことだけで頭がいっぱいだと思うかもしれませんと。僕が言ってるんじゃない。はい。はい。また互いの表現方法があまりにかけ離れているので、2人は闇夜ですれ違うように感じることもあるでしょう。ありそう。もうタイプ5ですからね、相手は。こうした違いにもかかわらず、2人は同じ人生観を持っています。2人とも表面上何の変哲もないように見える出来事の下には、重大な意味が隠されていると信じていて、その信念が2人を近づけますと。どちらも自分のライフスタイルを通して相手に分かってもらおうとしますが、そこには象徴的な意味が含まれています。秋の庭に植える花の色を決めるのが、花が咲いたら一緒に窓際に座って眺めようと伝える手段だったり、朝に入れてくれるお茶に優しさが隠れているかもしれません。しかしその一方で、2人が自分の内面に夢中になるあまり、相手とのコミュニケーションをほとんど取らなくなるという可能性もかなり高いのですと。ちょっとここ難しいです。難しいですね。ちょっと今そのまま読みました。すいません。タイプ4とタイプ5の方は、なるほどと理解されているのかもしれません。はい。また、プライバシーの問題が問題になることもよくあるでしょうと。タイプ5は他人と共有する時間を制限して、自分のためのエネルギーを確保し、自分を守ることに固執しますと。一方、タイプ4は終始気にかけてもらわないと気が済みません。そんなタイプ4の気分のムラがタイプ5を守ろうとしている知的概念を壊してしまうのですと。タイプ5はコミュニケーションを断つための言い訳をいとも簡単に見つけ、接触を拒む可能性があるでしょうと。これはタイプ4がタイプ5のことを好きになる、よりちょっと先に好きになった場合はちょっと苦しいとこですね。2人が適度なコミュニケーションを取ることで、こうした問題は改善されます。また、これは付き合いの長いカップルが互いに似てくる理由の一部でもあります。長く付き合えば、付き合い方のスタイルを相手に合わせざるを得なくなり、タイプ5は自分の気持ちに向かうようになるし、タイプ4は一歩引くようになるでしょう。タイプ4は捨てられたと感じるほど遠くなく、自分の欠点が見えなくなるほど近くない距離を置いた付き合いを好みます。なるほど。もし互いが相手の気持ちを思いやって方向を修正できれば、2人は中立的な立場を取れるようになります。抽象的に物事を考えるタイプ5は、心を知ることの価値を知るべきです。知られざる知識を解き放つ鍵は、人間関係の機微にある可能性があります。人と付き合うとき、心の鍵を見つけられるならば、情報の方向を開けることができるのです。また、それに対してタイプ4は、タイプ5の感情の希薄さを理解し、愛に貪欲な自分を抑制することが必要ですと。なるほど。でもこれはもう女性がタイプ4で、タイプ5のこと、タイプ5の男性のことを気になっているっていう情報が先にあるので、これはもうタイプ4、ハートセンター、人に価値をなんでしょう。人に自分の価値判断を求める。そう、自分を見てもらいたい。はい。この中でもありましたけど、はい、見てもらいたい人と、タイプ5の、僕は僕のことを考えたい、っていう人なんで、っていうせめぎ合いですよね。はい。なので多分いい距離感を見つけるのが多分とても重要なのかな。はい、でもなんでもうタイプ4のこの PFM さんがそこを理解していれば、あ、この人はここまで突っ込むといけない。いけないとか、で分かっているので。あとはもう自分の感情とどう折り合いをつけるかですよね。そこが難しいところではあるんですけどね。好きがありますから。好きがあるし。好きがあるから。こう例えばタイプ6に不安をなくせって言ってもそうそうなくならないじゃないですか。もうなくす必要はないと思ってます。っていうと、タイプ4の人も自分の気持ちをまあそうですね。ってなってしまうと確かに難しいじゃない。そこを抑えなきゃいけない分、この人と仲良くなりたいんだったらそこを抑えなきゃいけないみたいな。なるほど。葛藤が生まれるわけじゃないですか。だと読みながら思ったのは、要はタイプ5も知るべきですと書いてあるんですよね。なんでやっぱりその男性側に前でちょっとエニアグラムの本分厚い本を持っておくとか、そうすると多分タイプ5は反応しますよね。反応わかんないですけどね。ああそっか。なるほど。そのハマってる部分があるわけじゃないですか。タイプ5が、はい、そことなんかうまくつなげられそうだったらビューっていくかもしれない。この分厚い本とか興味ないですかね。エニアグラムの、ただ分厚いだけではあるじゃないですか。でも何読んでんのぐらいは多分あると思うんですよね。そうやってみる価値はあるかもしれないですけどね、はい、で何読んでんのって食いついてきたら、いや実はエニアグラム興味があって読むってとか、こう本棚にバーッとエニアグラムの本並べといて、家に呼んだ時にこう本を見た時にエニアグラムみたいなちょっと暇の時にピッて読んだらハマったりとかする可能性はあるかなって。でエニアグラム布教活動をこのタイプ5の人にできれば、あとはそのタイプ5が何かに熱中している時は、邪魔しない、なんか全てのタイプに言えることだとは思うんですけどね、相手の価値観みたいなのを尊重するみたいな。であとはその PFM さんがタイプ5のハマっているものにちょっと興味を示してみる、そうだからその自分のタイプ4の世界観とうまく融合させちゃうといいのかなみたいな。ああなるほど、なんであとはそうですね、なんでタイプ4のこの PFM さんがどんな分野に興味があるか、でそこが多分合っていれば、これはもうずっと長く走り続けられますよね、この電車は。そうなのでこう取り込んでしまうタイプ4のワールドにその彼の得意分野みたいなのをそのタイプ4のワールドに取り込んでしまえば、一緒に何かを考えられるかもしれない。そうですね。なんで、キーワードは適度なコミュニケーションですね。お互い有利なので、多分時間はゆっくりですよ。距離の縮めるスピード、これをバーッといったりすると、相手もバッてきたと思ってより距離が遠くなる。なので徐々に近づいていくみたいなのが、4なので一気に行くことはないかもしれないですけど、ただ4の人って感情的になって一気に行くこともあるかもしれないですけどね。なのでPFM さんはタイプ5の男性にエニアグラムをご存知という時点で知ってるとは思うんですけども、心がないように感じないこと、心がないわけじゃない、ないわけではない、っていうことを理解して、適度な距離感、愛に貪欲になりすぎるなんてさっき出てましたよね、4の人は。あ、そうですね、タイプ4は、タイプ5の感情の希薄さを理解し、愛に貪欲な自分を抑制することが必要とされますと。で、タイプ5の人に対しては、人を知ることの価値を知るべきですと。自分ばっかじゃないと。で、まあエニアグラム布教頑張ってみれば。それが多分一番仲良くなるコツかなと思いますよね。十分タイプ5の人にとっても掘りがいのある分野ではありますよね、エニアグラム。ちょっと合理的な発想もあったりするので、いかがでしたでしょうかと。他のタイプもどんどん受付中でございます。ありがとうございました。チャンネル登録を何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。